いいねが1万いったら、はい、大豆のサラサがあります。今日はですね、私ちょっと悩みがありまして、私名義の単体作品がまあないんですよね。まあ、それが私の中では結構まあ引っかかってて、言うたらこう子供とかそういうのだったらやっぱりあるんだけど、それ誰ってなってるからとか、そういう時にもなんか見たことあるけど、なんかうん誰みたいなことになっちゃうのがすごい、それが寂しいなって思ってて、でもそれがね、まさかこの度ある条件をクリアしましたら、私名義の作品がラプロさんから出ることが決まりました。ありがたい、ありがたい、本当に。いや、まあこれ素晴らしい、とんでもない条件がありまして、私の動画がいろいろ上がってると思うんですけれども、その中でもナンパの動画わかりますかね、ナンパされるかどうかみたいな、私はギャルになって渋谷の街をね突っ立ってるみたいな、なんかそういう動画があると思うんですけど、ちょっとそれは概要欄に貼っときます。6月末までですね、それまでにいいねが1万いったら、私名義の単体の作品を出しましょうっていう、結構難しいハードな条件なんですよね。でもどうか私名義の私の単体の作品を出したいという気持ちがありますので、どうか皆さんお力を貸してください、お願いします。どうかどうかよろしくお願いします。でね、その私のお気に入りの動画が、そのギャルのねナンパされるかどうか検証の動画、そちらは概要欄に貼っておきますので、そちらをいっぱい見ていいねをしてください。いろんな人にもね教えてあげてもらって、それで拡散してもらえたらちょっと嬉しかったりもします。どうぞよろしくお願いします。でね、今回は、まあ、撮影ができますってことが決まったら、私の撮影の企画の段階から私も参加して、私がこんな〇を撮りたいみたいなところも一緒に考えて、私の意見が通ったりもねするかもしれないので、西のワールド全開で行きたいので、よかったらどんなが出るのかなとか気になっちゃう方がいましたら、どうかどうかお願いします。いいねしてください。締まりがわからん締めがわからんけど、どうするこれ。絶対いい作品作りますよ、ほんと。何回も何回見ても飽きないぐらいの作品作りますね。もう夜も眠れないぐらいの作品を作りますので、どうかよろしくお願いします。西野太哉でした。